アメリカンスクール・イン・ジャパン正面玄関。アメリカンスクール・イン・ジャパンは、日本の東京都調布市に所在する教育機関。東京都認可の各種学校でもある。アメリカ人向けに運営されているナショナルスクールである。1902年に在日アメリカ人の指定のためのナショナルスクールとして、当時の東京府の築地に設立された。なお、日本における最初のナショナルスクールである。 その後、第二次世界大戦による日米間の国交断絶による一時的な閉鎖を経て再開され、現在は東京都調布市と港区の六本木ヒルズに校舎を構える。アメリカの教育法令に基づく全日制の男女共学校として、アーリーラーニングセンターから第十二学年までのクラスを構え、英語での授業を行っている。なお、アーリーラーニングセンターは、 六本木ヒルズ校舎に置かれ、第12学年までは、調布校舎に置かれている。現在、日本にある外国人向け教育機関の中では一番規模が大きく、アメリカ人やアメリカからの帰国子女、アメリカ企業の駐在員の指定などを中心とした、アメリカ人を中心に千4 0 0人以上の児童、生徒が在学している。日本最大の規模を誇るナショナルスクールとして設備も、 充実しており、体育館が3棟、プール、420人収容可能な劇場、ナイター設備とプロスポーツ対応の人工芝を備えた、フィールドなどが備わる。単迎設計事務所が新たな正門をデザインし、2012年に完成し、フィットネスジムやダンススタジオ、レスリングルームも完備。1212010年から2011年にかけて、ワンツーワンプログラムを導入。 中学校から高校までの生徒が一人一台、アップルアップル社の MacBook を持参し、授業で使用する。その他小学校では、第二学年よりアップルの iPad を持参、授業で毎日活用する。同校は、アメリカ人向けの学校であることから、アメリカ国籍者は優先して入学できる。また、2000年代頃より、入学資格が厳しくなり、下記以外のものは、 入学不可であるアメリカ国籍保有者、両親のどちらかがアメリカ国籍者、祖母か祖父のどちらかがアメリカ国籍者、アメリカからの帰国子女、または両親のどちらかがアメリカ国籍の企業の在籍者であると、ウェイティングリストに空きがあれば入学できる。同校はアメリカ人向けの学校であり、上記のように、 日本の文部科学省の学習指導要領に沿った教育を行わないことから長年の間日本の小学校、中学校、高等学校の卒業者相当とみなされることはなかった。しかし2003年10月に行われた文部科学省の中央教育審議会教育制度分科会において 学校教育法施行規則及び国事の一部改正が行われ、アメリカンスクールインジャパンは外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設で評価団体による評価を受けた教育施設として対象となる学校であることから、セントメリーズインターナショナルスクールや、聖戦インターナショナルスクール学園などの他のナショナルスクールやインターナショナルスクールとともに、 第12学年を修了した場合、大学入学に関し高等学校を卒業した者と、同等以上の学力があると認められる者と指定され、日本の大学入学に際し、日本の高等学校卒業者と対等な資格を得られることになった。生徒の多くは、アメリカの大学に向かうが、日本の大学に進む生徒の場合、多くは、国際キリスト教大学教養学部や、 上智大学国際教養学部、慶応義塾大学湘南富士山キャンパス、テンプル大学ジャパンキャンパス、早稲田大学国際教養学部など、英語教育に対応した大学に進学する。その他、大阪大学、名古屋大学、明治学院大学、立命館アジア太平洋大学などに進学する。生徒もいる。2014年6月4日、アメリカンスクールイン、ジャパン理事会は、 1962年頃から2000年頃までアメリカンスクール・イン・ジャパンと関係があった元教員兼コンサルタントのジャック・モイヤーによる性的虐待被害の申し立てに関する独立調査を発表した。1970年代後半をはじめ1980年代、1990年など数回にわたりこの事実を告げられていた。 その後も全く対処しなことに豪を煮やした被害者女性と学校 OB がジャパンタイムズにこの事実を告発した。その後、学校は全生徒及び学校関係者、卒業者に対して事実を初めて認識し、謝罪メールを送信した。学校教育法には日本の高校卒業とみなすという条文記載がないため、日本の高校卒業と同等ではない。 カレッジアッコセプテンセスアメリカンスクールインジャパン2016年7月15日閲覧ありがとうございます